霊視普賢です。この普賢は、非常に、書き急いだ感があります。判読に非常に苦労しますが、田口正治博士がもうすでに読んでくださっておりましたので、こうやって読むことができます。私自身は自筆からは到底読めません。三枝博人も、書家の力を借りて、読んだようです。読み上げます。天殺の天なる者は聖なり、仏没の勝なり、地殺の地なる者は大なり、金輪の律なり。ここで申し上げますが、このなる者は、というこれを天殺の天は聖なり、仏没の勝なり、地殺の地は大なり、金輪の律なりというのが三枝読みです。で、三枝博人はなる者はと読んだ方が良いということを書いています。で、どうしてかと言いますと、自筆では、天殺の天もの、無論このなるはないわけですね。こののは漢字ののです。天殺の天もの、ここでこの黒点振ってるんです。聖なりなりで、また黒点を振っているんです。で、うつぼつの勝で黒点を振っている。だからここはやっぱりきちっと定義文型である、何々なるものは何々なりという定義文型としてこうきっちり読んだ方が良い。ただし、この作業に1年近くを費やした後、混声の読みになりますと、天殺の天は聖なり、うつぼつの勝なりというふうに、このなるものを消します。で、このなるものはと読んだ方がいいのは、この条理正々の読み、三律の読みです。この場合は定義文型を明確にしなければならない。では、2冊、地殺二部は没となし、露となす。二部しかいなり、なりはありませんが、私が振りました。天界の目を宇宙といい方位という、機械の目を天時といい経理という、これを没部となす。大海の木を天地といい海域という、正海の木を日栄といい水槽という、これをロブとなす。しかして方位なるものは宇宙の根なり、経理なるものは天地の聖なり。ここにおいて、ここから天球地球の地軸、それから経線緯線ですね、それから黄道とか白道とか天の赤道とか、そういうものが天地の正、この経理ですね。で、そこを動く運動を天地というんです。では、ここにおいて宇宙天地は功をなす。天地下液なるものは生体の仏なり、日栄水槽なるものは生体の木なり。ここにおいて天地下液を功となす。一に文豪の別よりこれを防せば、よろしくまず天地の道経理の誠意を持ってと。これはやばい。ですね、これですね、こうならないといけませんですね。これはもうただのスペースにする。没中の同性天地を探り、しかして天地の体下液の性を持って。ここは体 の横に黒棒点があります。路中の体制天地を偶して持って、その条理を尋ねるべし。宇宙なるものは聖なり、おのずから方位をもって天地をなす。しかして中なるものはすなわち根根の通、よく宇内に潜む。宇内、空間の中に潜む。時間の流れは空間の中に潜む。で、当然、空間は全時間経過の中を
移動するわけです。ここをもって一宇は没露の一級をなす者をいる。しかして天地立つ。天地は体をもって仏をなす。皆既は性をもって仏をなす。日英は性器をもって発す。これはまあ宿ばらまくというような意味ですね。あの引き広める、引き広めるという意味です。でこういう時は発すで、まあ持ってきてはこれで出ますね。撒き散らす、広く引き及ぼす、まあ、電波の波ですからね。ということですぐに分かるから便利ですね。水槽は性用を持って敷く。用があるわけですね。用がある。だから水槽の中で生物が誕生する。生物が生まれ代を継ぐのはこの性用の作用です。日英だけではそうはいきません。川すなわち日英なり、液はすなわち水槽なり、水下なるものは元自中の仏なり、あるいはもって下液となす。けだし水下の小、地においては千種あり、広げて下液を称す。天にあっては日月を言う、皆その性によりて言う。大海においてすでに下液を言い、また正海においても日英水槽を言う。税をなすがごときしかり、けだし一なるものは対してがす、もってその情感を制す。二なるものは分かちて反す、もってその理責を解く。かの虚の小、水の質の、水の実の質、皆仏なり。この理を数学的に解けば仏理です。数理に従ってこの皆仏なりの仏を数理に従って解明すれば仏理です。ただ仏理はすべての学問の上に立つものでも、すべての学問の基礎になるものでもありません。うつぼつたる天のなれる真に有せらる。うつぼつたる真のなれる天に有せらる。つまりフッサール的に言えば、超越論的主観性によって放越せられているということです。ちょっと余談でした。天地下液は体制を分かつといえども、しかも同じく体を薄。しかして下液は反をもって反に対し、具をもってケツに向かう。合せざれば、すなわちこれを制すことは、制することはあたわず、ゆえに大海の液なるものは巨匠の仏をもって実質の仏に具す。しかしてそのなるところは、これに合して彼になり、彼に合してこれになる。下液はすでに大海において仏をなす。仏はおのずから己をの木を薄す。ゆえに正解は、すなわち日英はすなわち寒熱の木、明暗の色を発す。水槽はすなわち寒潤の性、軸の際を敷く。これはまあ地上および地表付近に敷いているわけですね。上巻は脈の通を見る、理石は陽の別を見る。これは重要ですね。この上巻を見失っているのが現代の自然科学です。理石だけを見てる。天地下液は相得て一級を制す。しかして日英水槽はおのおの不戦心の両剣を両し、性を上下に敷く。ここにおいて宇一は没露の一級をいる。一級は連環を分かつ。ここにおいて宇なる者は含みて一なり、日英水槽なる者は閉じて二なり、もって大仏を制す。意味が取りにくいようであれば、もって大仏となる。と読むと分かりやすいです。なすなるの異性のついで読んでいますから、
大仏を制すとなります。意味的には大仏となるでよいです。故に知札を読む者はまずよろしく黙意を返すべし。うはすなわち一級に方位を愚し、天時天地を合してこれをいる。しかしてその会計はすでにその体を立す。体立ちてその正規はその採用を施す。知札を読む者はよろしくまずこの意を知りて、しかして後天地を探るべし。そうです、この意を知りてしかして後天地を探るべしなんです。この意を知らずに天地を探っているのが西洋の自然科学です。それゆえに他の学問と乖離を生じるのです。一なるものは数えずしてたる。ゆえにこれを防して発すべからざるに至るもなお一を尽くさず、これを加えてのすべからざるに至るもなお一に至らず、強いて一元気という。一を上げて一を書く、具を言いて結を表す。ゆえに元なり。ある人これを聞きて曰く、元曰く、元にして元ならば、すなわち何ぞしの元にまたん、元にして元ならずんば、すなわち何ぞ元を言うを用いん、元を言うを待ちてしかして後元ならば、元は元となすに足らず、元元を言うを待たずんば。何ぞしの元に液さんと、いわくゆえに元なり。このロジックを解明するだけで一論文できます。すごいです。天地をもって引用を裂けば、天地はおのおの引用を起こす。引用をもって天地を見れば、引用はおのおの天地を起こす。文豪の道行くとして叱らざるなきなり。条理を講ずるすべからく、宝石大体の経緯をつまびらかにし、ここですね、宝石大体の意をつまびらかにしてから天地を探れということです。宝石は昆山食との缶を薄す、大体は藩比文豪の体を薄す。宝石すればすなわち一にして二なり、大体すればすなわち一は一に偶す。陰性陽性の剣は陰性陽性の天地と同じからず、同じからず天剣といい日英の剣というはすなわち陽性の剣なり、地剣といい水槽の剣というはすなわち陰性の剣なり、共に不戦心の官にして分かれて二をなす。これが連帯ですよね。天地経理の没、天地回帰の路、共に心を宙に締め合して一をなす。剣は外縁につきていい、官は中居によりていう。天地の経緯はその丸きことまりのごとし、ゆえにあるいは合わせて実球という、あるいは地球実球を分かつ。日月の球は水槽の上に重なる、あるいは天を合わせて虚球という、あるいは天球虚球を分かつ。剣というと官というと意やや異なるなり、直縁はその性につきていう、菊は自閉によりていう。
聖中等中聖線等線はすなわち赤道行動なり主軸間軸はすなわち赤軸後軸なりところに従いてその聖をことにす主のことなるにあらざるなり輪軸といい言語という借りて例えるところ異なるのみ正解なるものは天地下域の仏を体に帰して色気精細の気を性に帰するの性なり色界なるものは明暗をもって天地の体を沸かすの性なりここにおいて大会に対するの正解は色界に対するの正解とおのずから別あり大会に言うところはすなわち天地下域の体なり正解に言うところはすなわち色紙色紀精細のようなりしかり思考して聖中は色を明暗に属す聖を感情に属すればすなわちまた色界に対するの正解あり明暗に色といい告白に才といい気に功といい物に説という常理の源なり彼ども三元は通称に従う人心の益に数義あり曰く喜益の益なるものは喜に対するの名にして心中の活託なり血液と、リンパ液ですね、まあ、現代的に言えば活託なりまあ、これはあのリンパ液です。血液の液なるものは血に対するの名にして表にあるものなり裏にあればすなわち濁りて明かし血のいいなり血にしましょうか。血のいいなり表に出ればすなわち住みて合わし液のいいなりリンパで小液ですね液の分かたるものは皮表なりしかして慶中の木脈中の液もまた木液の対明なり気液と小するも小するを入れましょう骨液の気液と別なりこれ以下反読甚だ困難な詳細字による草稿これはもう田口先生に本当感謝ですね一なるものは数えずしてたるこれは別にしましょうまたここだけ読みましょうお疲れ様でした。